なんか見よったら、eBay とか見よったらね、なんか宮廷みたいな出品、それもあったら、これ出品のぶりは後で考えるよ。ほい、今ね、予算がね、予算が何倍や、ここに5400円ですよ、5400円。これ2世で仕入れてね、まあ3000、4000で売ってもいいけど、ほいで、わし、本も1冊2000円で作らんな感じで。ああ、ほいで、携帯電話取ろうと思ったら、金借りて取れへんからね。まあだから、そういうところまで来ました。以上。なんかお金が欲しいからね。例えば喫茶店。これなんかきっかけ必要ですよ。これいいな。ね、今ね、二人知り合い、まあ女二人、十字ぐらいあるけど。すごいね、いいことは。一人牛乳屋の姉ちゃんね、デートじゃないけど、電話したら、日曜日も夜10時まで、普通の日も10時までだけど、電話できんけど、デートできんけど、金あったらダメかなるけどね。あともう一人喫茶店にね、動物園前にあるんだけど、それ1メートル73の姉ちゃんに、そこら辺だ、ブランド品、偽物やったけど、そのためにも金いるしね、200万ぐらい作らない。そうやったらもうエッチできるからね。だから、それが、メインで頭のこびりついてますわ。なんか金がいるっちゅう頭があって。ほいでね、それいいことよ。Facebook でもね、女の子振ってもいいけどね、金なかったらね、デートもできるでしょ。例えば、芦屋の300頭の女と一回デートしたけど引っ掛けてね、金持ち見えたんだ、ここはね。生活とこやけど。3回目の時も、芦屋100円くらいしかないからね、向こうに怒らせたんですわ。ほんで、ブリブリ言って怒って帰った。まあそういう感じです。だから女も金使わなあかんってことね。以上。